ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、コリンゴラジオついに日本に上陸いたしました。いやー、日本は暑いです。ニューヨークも暑いんですが、湿気が日本ほど高くないので暑いけれど割とドライな感じですが、日本はものすごい湿度でもううだる暑さですね。まだまだ残暑厳しい日本ではありますが、コリンゴラジオジャパン上陸スペシャルで日本から大放送いたします。通常ニューヨークコリンゴラジオはニューヨークに住んで頑張っている日本人の方をゲストにお迎えしてお話伺っていますが、今回のジャパンスペシャルでは日本に住んでいて興味深いインターナショナルの方をお呼びしてのジャパンスペシャルインターナショナルエディションをお届けいたします。では今回第16回目となるコリンゴラジオのゲストは、群馬県にある乗馬クラブアリサのオーナーで馬の調教師である中山浩介さんと奥様の千佳子さんをお呼びしております。どうも。あ、先生緊張してますね。硬いですよ。そうですか。はい、今日はじゃあよろしくお願いいたします。はい、こちらこそお願いします。はい、まずですね先生、はい、馬との出会いはいつ頃だったんですかね。小学校3年生ぐらい。あ、先生東京ご出身ですか。そうなんですよ。東京で馬ってなかなか、おじいちゃんが千葉だったもんね。あ、はいはいはい、うん、そこで、はい、馬との出会いと、はい、なんかおじい様すごい厳しい方だったんですね。そうですね、騎兵隊。あ、はい、うん、あ、おじい様騎兵隊、はい、で、じゃあおじい様から全部馬の乗り方とか最初はそうですね、ですかね、うん、で結構海外進出先生してますよね、いろんなところに。まあ勉強に行ったり遊びに行ったり勉強に行ったり遊びに行ったり、うん、大体いつぐらいから海外に行くようになったんですか。20歳前。20歳前ですね、くらいからですね、うん、だからここに面白い馬がいるよって言えば行ってみたりとか。あ、うん、あ、じゃあ馬の勉強と、うん、そういう噂を聞いて、うん、各国の馬を見に行ったという感じ、はいはい、あとおじい様からのしつけから、そうね、逃げたいのもあったという。そう、厳しかったですからね。厳しかった、うん、やっぱり日本と海外では馬の感じが違うんですかね。多分だいぶ違うと思う。だいぶ違う、なんか結構世界各国行かれてて、うん、アメリカ、ヨーロッパ、中国、南米とそれぞれ馬の、うん、ヨーロッパの場合はやっぱこう馬術用、その演技を見せるとか、はい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 、例えばアメリカなんかだと農作業に使ったりとか、はいはい、まあ、日本であれば昔であれば田植えだとか、はいはいはい、畑、農耕場ってやつね、それか、はい、やっぱこう食用に行ったりとか、馬に対する考え方も国によっては多分違うと思います。そうなんですか。多分、うん、聞いたことはないから分かんないけど、うん、でも先生が見る限りではなんとなく馬に対する違うところ接し方が違う、うん、それはどんな感じで違うんですかね。まあ、自分が思うにはね、うん、やっぱこう、どっちかって言ったらアメリカとかそういう方が馬をペットとして扱う、ペットっていうか、うんうん、可愛がる、あ、はいはい、かわいい、ものすごい犬や猫みたいに可愛がる人が多かったですよ、うん、多かった、うんうん、アメリカはね、うん、ヨーロッパは、ヨーロッパはね、うん、やっぱこうなんていうの、競技志向で演技力、演技力を求めるのが、たまたま僕が見てきたところが、そういうところが多かったのかもわかんないですけどね、うん、そういう、どっちかって言ったら硬い感じ、ああ、お硬い感じがね、うん、アメリカは柔らかい感じ、もっとフレンドリーな、ね、うん、感じでね、うん、モンゴル、モンゴルなんかは行くとね、やっぱこう馬を大事に大事にして、うん、やっぱ羊を馬に乗ってを集めたりとかね、ああいうのに使ってましたよね。かなり世界中馬のために飛び回ってましたね。遊びにね。遊びにね。
え、ちなみに先生、その遊びってどんな遊びですか？だからこう面白い馬がいるとか、うん、あの素晴らしい馬がいるって聞くと、うん、やっぱりお金貯めて行ってみたりとか。それどういうふうにそういう情報を得るんですか？その海外の情報。まあだから知り合いからいろいろ聞いたりとかが多いですよね、大体。じゃあすごい知り合い多いというか、ネットワーク広いですね。でそうでもないんだけど、結構やっぱり自分が知ってる知り合いってやっぱ馬仲間だから。あ、そう、馬仲間、ね、知り合いはね。だからその横のつながりで、うん、へえ、うん、先生、あの小学校の頃に馬と出会ってたんですよ、うん、と思うんですけれども、うん、あの今馬術師として活動してらっしゃるんですよね、はい、今乗馬クラブをね、乗馬クラブを経営しますけど、はいはい、先生自体はどこでその習ったんですか？馬の調教とか海外で習ったんですか？いや、そうでもないですよ。日本でもあってこっちで習いましたよ、うんうん、で海外に行って、そうそう、海外でもこういうとこ行ったらいいよとかって言われたんじゃなかったかな、うんうん、でだんだんこう自分でも自分のスタイルが出てきて、そうそう、自分でかなり先生調教師としては腕がすごいみたいじゃないですか？でそんなことないですよ全然。いやな、勉強中だからまだ。いやいや、私その噂を聞いたので今日参りました。いや大したことない。いや今日ね、あのインタビューの前に私もレッスンを受けたんですけど、私は馬に一度も人生で乗ったことなかったんですが、先生の指導かなり忠実で分かりやすくて珍しいですよね。乗れるとは思いません。怪しいレッスンで有名なんだから、うん、じゃあ馬の出会いとは小学校で、では奥様との出会いはいつぐらいですかね。ねえねえいつぐらいだったんだろう。50年ぐらい前。50年。あ、50年じゃない、うん、20年 ?30 年、27年前だ。そうですよ。奥様20歳お若い奥様目取られましたね。うん。どうやって出会ったんですか？ねえ、ねえ、あのこうお付き合いをしてくださいと。あ、言ったんだ先生から。言われたのかな。いや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 、うん、僕は自分のあの兄弟弟子が乗馬クラブをやってて、はいはいはい、そこへ馬に乗りたいとかって聞いたのかな。違う、馬に乗せてあげるよとかって言われた。先生うまいな、馬に乗ってみないかみたいな。そう、乗せてあげるよ、連れてってあげるよっていう、ね、ちかこさんその時は馬は一度も乗ったことなかったんですよね、はい、で、あ、乗ってみてもいいかななんていう感じで、うん、そうだね、ついて行ったんですね。あ、そうなんだ。そうなんだ先生。で、じゃあそこからその時にかっこいいと思ったみたいで。ああ、先生のことね。あ、まあ、まあ、馬なんか乗られちゃったらかっこいいなと思っちゃいますよね。うん、多分。で、やっぱりかっこいいと思いました。大したことなかったのかな。うん、その時はあのそこのクラブ の、うん、あの先生が教えてくれたんですよ。はいはい、あんまり乗ってるところは見たことなかったんで。先生何やってたんですか。僕のカレーかなんか食ってお昼食べてた。そこの奥さんがお昼出してくれて、それずっと食べてました。あ、で先生かこういうふうなじゃないカレー食べてたのって。どうしたんですか、ちかこさん、なんでカレー食べたりしたの。乗ってなかったから、乗ってなかったね。あれ乗ったら手綱が切れちゃって怒っちゃったの。あ、それもありました。え、かっこいいっていうかちょっとずっこけじゃないですか先生。まあでも人間そういう方が素敵です、魅力的ですよね、手綱が切れるくらい。またがってサーズまで引っ張ったらプツンと切れて後ろに落っこっちゃったんだね。落馬ですか、出会ったの。落馬ね。出会いは落馬から。そっか。それはもうあの付き合い始まってから。あ、ほんと付き合う。ちかこさんすごいじゃないですか、先生と付き合おうと思ったわけですよね、うん、なんかすごい魅力があったんですか。じゃないですか。じゃないですよね先生、うん、そうですよね、うん、魅力があったんですね。僕もほら年の差があるから、うん、あんま若いことはなぁと思って、でもあんまり言われれば。あんまり言われればねえ、まあ、ぜひにとも言われれば
できないと思うと。だからじゃあ一応こうお付き合いしましょうということで。とりあえずすぐじゃないですか、考えさせてください。考えさせてください。あーで、つこさんもじゃあアタック、強烈アタックですね。あ、でもデートは大体乗馬って感じで。いや、そうでも僕ね、映画が好きでね、ロマンチックじゃないですか。いや、ただね、昔の映画、だからこう昭和初期の頃の映画みたいなのが好きなんですよ。で、いつも映画連れて行くって言ったら、場所とか、そこへ大井町に住んでたから古い映画館だよな、なんかデートは映画に、うん、結構多かったね。あんまりうまいの思ってた、なんか面白くなかった。うまいのせろよって感じですよ。うん、まあ、そっちの方が良かったんでしょうね。そういうのが良かった、ね。だけど映画も時代劇なんか面白いんじゃないかなとか思ってね、連れていくとね、複雑な顔、複雑な顔を先生、女心止めてらないと、馬の心ばっかり読んでないって、ね、役者いい演技するんだよねって通じないんですよ。通じないんだ。まず映画が白黒だったんですけど。だからこう白黒っていいじゃないですか、なんか、いいいい、すごいすごい、そのこうカラーとはまた違って、白黒ってその役者さんの演技力がこう出るんですよ、白黒の方が。僕はね、思うに、だからそこがやっぱこうカラーにごまかされないっていうか。ああ、はい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 、といいね、いい感じね。呼んでますよ、呼んでます。あ、呼んでる呼んでる。そう、今日の放送はね、乗馬クラブアリサからお送りしてるんですけど、馬に呼ばれてます。馬が呼んでますよ、ね。あ、ちなみに先生、俳優だったんですよね、実は。あの俳優っていうか、あの芝居でちょっとだけテントを張ってやる芝居、芝居小屋みたいなの、ちょっとやったんですよ。で、すごい芸名ついてましたよね。そうなの、そこの監督さんがね、柚子原天馬っていう名前を。柚子原天馬って、すごい、天の馬ですよ、そうそう、天の馬、まあ、脇役なんですけどね。脇役なんですけど、でもデモンストレーションだけは良かったかな、デモンストレーション馬に乗ってブワーッとこう、かっこいいね、走るシーンが僕しか、僕しか乗れる人がいなかったので、そりゃもう役得じゃないですか、でこう僕が一人でバーッと馬走らせていって、あと馬の演技指導もしてましたよね。あの映画ね、映画の演技指導、頑張れたいちゃんね、頑張れたいちゃんね、あの基礎馬と少女、そう、ね、教育映画ですよね、してました、それの馬指導、そうやってたんですよね、あの結構骨折した馬の捻挫ですよね、自体で捻挫した馬がビッグを引いて出てくるシーンの調教、何日かかけて練習して、だからその撮影した馬は健康の馬に演技させて、そうなんです、捻挫したように、そう、どうやって結局馬術もそうだけど、そういうの教えるっていうのは自分と相手との約束事ができればいいわけですから、人間同士であれば悪いけどあそこからあそこまでビッグ引いてくれるで、通りますよね、だからカエル、あ、カエルじゃねえ、あの、ごめんなさい、馬だとか、いい、面白いですね、馬だとか、カエル、カエルは、カエル飼ってますもんね、ゲロコ飼ってます、馬も人間と同じように結局会話が、話し合いができればいいんですよね、だからどういうふうにやるかは、馬によっても違うし、だから馬がそのこっからここまでビッグを引いてくるんだよって理解してもらえばいいわけですよ、だから企業秘密だから、これ以上先はこれは言えないところ、そうね、この指導方法を教えちゃったら、そうみんな、そうなんですよ、でもまあ、そうなるほど、じゃあなんか馬の指導の演技が必要な人はぜひぜひ乗馬クラブアリさんに連絡していただければ、思い出せればいいんだ。大丈夫先生。そう思い出せればといえば、僕喋るの苦手だから、いや結構喋ってますよ結構口滑ってます、いい感じですよ、ダメなんですよ、滑らかですよ上がり症なんでね、上がってる感じに見えないですけどね先生、あれですよね先生、ちょっと一旦
サンズの川を渡ったという本が ありましたよね。馬に助けられたと。5年ぐらい前かな、5年ぐらい前にね、心筋梗塞、心筋梗塞で、倒れたんですよね。急にですよね。そうそう、ですよね、馬に乗り終わって、休憩してたら、急に寒くなって、そしたらね、次に気がついた時には救急車を呼んだからなんですね。もう意識がすぐ途切れちゃうんで、ずっとそこで横になっちゃうんですよ、そしたら救急車が来て運ばれちゃうんですけどね、しかもあれですよね、ちょっと近くの医者に、日赤、そこでは日赤大きい病院じゃね、あれヘリで、そこまでは救急車で運ばれたんですよ、運ばれて、でそこで、そこからはヘリコプターです、ヘリコプターです、ヘリコプターです、ヘリコプターで行ったんですけどね、もうすぐに輸送し、そうということで、じゃあそこじゃちょっと面倒見きれないということで、ちょっとこう無理だっていうことでね、救急車が飛べば、救急車飛ばないですか、ヘリコプター、ヘリコプターでね、ヘリコプターが飛べばね、そうなの、救急車は飛ばないから、飛ばない、救急車は飛ばない、また呼んでるよ、呼んでますね、馬がね、ちゃんと喋れよって、どうしようもない、うちの親父は何にも喋れないでそれでね、病院で待ってる間にね、一旦目が覚めて、目が覚めてっていうか、意識が戻って、その時にここの病院では無理だからっていうのがちらっと聞こえたんですよ。で僕ね、僕自分で悪いと思ってなかったから、自分の具合が悪いと思う、苦しいわけでもなきゃなんでもないから、ほんでこっちこう獣医さんが僕の部屋に入ってきて、来た時に僕はね、自分は後でいいから、先に緊急の人を、なんとかしてあげてくださいってことを言ったら、黙っちゃって、それ誰もいなかったんですよね、結局僕のことを言ってたわけなんですけどね、たまたま僕は意識が戻ったんですよ、そこで、その時ね、で今連絡は風がなければヘリが飛べるからってことで、たまたま風がなかったのかな、ちょうど高崎行ったのが戻ってくるっていう、でそのヘリで他の病院に、前橋の、そうそう、心臓血管センターっていうところに行ったんですけど、まあ、あとはねほとんど意識がなかったから、分かんないんですよ、ヘリコプターに乗ったのも僕覚えてないし、気がついた時には、次に運ばれた病院の屋上、でなんかプロペラが回ってる音が聞こえて、一瞬目が覚めて、で、また気を失って、で ICU に運ばれて、ICU に運ばれたのは知らないですけど、パッと意識がまた戻ったら ICU で、ずっと意識がないまんま、意識が戻る前に、僕の体から自分が離れて、離れたところに天井を、2メーターぐらいのところで、病室で、病室のベッドで2メーターぐらいのところで自分を見下ろしてるわけですよ、自分が自分を見下ろしてるわけ、見下ろしてるわけ、でまあその前の段階があるんですけど、その前にずっと自分はね夢を見てたんですよね、で自分が昔、飼ってた動物とか、今亡くなっちゃった馬、この名前になってるアリサっていう名前 の、その馬、うちじゃボスの馬がいて、女の子なんだけど、それが今も分かんないんですよ、僕夢を見てるのか、夢だったのかはっきり覚えてないんですけど、浮島みたいなのがあって、浮島でもう何十頭も犬だとか猫だとか馬だとかがいて、みんなでこうバーベキューをやってるんですよね、動物だけで、そうそう、で僕にねこう来いってこう呼ぶわけ、そのアリサがこうやってね呼ぶわけですよ、で僕ね一生懸命、そこの浮島にいるのはみんな亡くなった、そう飼ってた犬とか猫とか馬も相当な数いましたよ、こっちに、で僕はね必死になって泳いでいくんですけど、なかなか行けないんですよ、
でも行かなきゃ行かなきゃ、うん、そこにみんな呼んでるし、アリサが来い来いって言うから、うん、行かなきゃ行かなきゃって言うんですけどね、うん、で必死になるんですけど、そしたらね、うん、後ろの方からね、うん、行っちゃダメーってね、この今いる馬が吉風って言うんですけど、うん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 、その馬が行っちゃダメだ行っちゃダメだってね、うん、僕にロープを投げてくれるんですよ。そのロープをが僕の体にこううまく巻きついて、うん、で今度こうそれを逆の方向に引き戻りされたんですよ。はいはい、吉風が投げたロープに、うんうん、でアリサがね島から僕が離れちゃうから、うん、したらじゃ あまたすぐ迎えに来るからってすぐ言ったんですよ。すぐ迎えに来るからってまた浮島がどん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 遠くへ行っちゃったの。うん、ほんで戻ってきてっていうか引っ張られて戻ってくるまでは僕夢見てなかったんですよ、うん、その時に天井で自分を見下ろしてたの。それで自分の体にスーッと重なった。そこで目覚めたんですよ。そしたら僕ベッドでねこう点滴を両手に何本もされてて、うん、身動きがそれないでなんでここにいんのかなと思って、うん、びっくりしましたよ。じゃあもうだから吉風に呼び戻されたの。だからかそういうふうに そういう夢は見たんだよね。夢を見たなのかそれが現実だったのか、うん、よく覚えてないんですよ先生。それ夢なのかな。いまだに分かんないの。夢を見てて目が覚めたら手術が終わってたって。へえ、うん、それからね記憶がちょっとはないんですよ。その前の記憶は最近ちょっと戻ってきたんだけどあんまりないんですよ。それが大体5年くらい前でしたかね、うん、そうそう、その後はあるんだけどその後なかったらおしまいだよね本当に、うん、じゃあもう本当に馬に助けられて、なんかでもあの先生も吉風のことを助けたそうなの。あいつね、お肉にならないでね。吉風は先生が引き取らなかったら、そう馬肉になっちゃう。僕はね月曜日だか火曜日に見に行ったんだよね、うん、確かそれ木曜日に持っていくって、うん、あでじゃあ吉岡のじゃあこれ買うって買っちゃったああもうじゃあ馬肉になる寸前に捕まえぐらいです。捕まえぐらいに先生が吉風を買ったんですね。そう目が合っちゃって、うん、見てるし、うん、あまあ分かる。僕は目合わせない、あ目合わせて買わなきゃいけないかなとか思ってでも合っちゃったんだ。目が合っちゃってこんな細いなんかこう針金みたいな、まあうん、向こうでも言ってましたよ、うん、3ヶ月いっちゃったかな、うん、肉がつかないんで、うん、やっぱり肉屋さんにいい値で売れないでしょ。だから太らすために3ヶ月いた。でもそれでも太るの、うん、体質だよね、うん、今もあんま太ってないんですけど、うん、足ばっかり長くて、足長くたって肉ついていただければね、うん、でも足が長かったら競争馬じゃダメなんじゃないのかなあれ、ね、うん、結局競走馬やってて走らなくて、あ、でそこへ行ったわけですよ。あ、なるほど。それで僕はたまたまちょっとこう通りかかって馬を売り回りませんかみたいな感じで、そしたらそれをライト明後日には出荷しちゃうけど、でもその吉風に助けられたんですね。そうなの。だからそれが、ね、現実だったらすごいですよ。ただ僕は勝手に夢見てたんであれば大したことないしねでもほら今あの吉風、うん、あれですよね、バジですね、やってますよね。少しできますよ ね、うんねうん、やっぱり技はいろんなことは、うん、うちじゃやっぱり一番できるかな、うん、あ先生じゃあその後あの吉風購入して、うん、教えて提供して、そうそう、うん、競技にも持って行ったけど、うん、ダメなんですよ競技は。競技ダメなの吉風。餌食べなくなっちゃうんですよ今日。ここから一歩離れちゃうと、あすごい、競技場にいる間は何にも食べないんですよ、うん、デリケートなんだ。だから出荷されたのかと勘違いしちゃってんじゃないですかあなるほど、トラウマがあるかな。もしかしたら戻ってくると食べるんだけど、うんうんうん、嘘言っちゃうとなんかもうまたどっかへ連れて行かれたと思っちゃうんですかね。売り飛ばされちゃうんですか。うん、何も食べないですよ不思議なまでね。戻ってくるともう取り憑かれてるように食べますよ。あれですね、先ほどのお話にもあったようにこの乗馬クラブのお名前アリスは、うん、あのここの母子的な方なんですよね。そうだね、
やっぱり一番強かったね。一番仕事もできるっていうか、馬術的にはいろんな技ができたし。で、じゃあこの乗馬クラブをオープンするときに、そうですね、名前をつけるとき、そうそう、うん、お腹すいたのかな。もうあの、私さっき乗馬体験させていただいたんですけど、あれかなりの体力というかスポーツですよね。そうですね、かなりのスポーツですよ。かなりやっぱり全身使うからね。全身使うし、だからいい運動ですよ。いい運動なりますよ。有酸素運動ですよね。そうですね、こちらではあの乗馬のレッスンとか、あの体験レッスンとかもやってる、やってます、なかなかすごい分かりやすいです、かなり私的にはおすすめなんです。たまたまうまくいく時もあるんですけど、ね、ほら先生、乗馬とかってスポーツだって言ってらっしゃって、ほら普通の他のスポーツっていうのは、人と人とのこう、そうなんですよ、競技だったり、なんか道具を使ったりね、この乗馬とかっていうのは人と馬の、そうそう、ね、スポーツだっておっしゃられてて、そうなんですよ。ペアがやっぱこう血の通った動物だから、でも人間同士じゃない、そうそう、血の通った人間とは違うから、でも同じようなもんなんですよね。ただ人間同士だと言葉で会話ができるけど、馬と人間も、だから心と心で会話をできるんですよね。先生も馬とは心と心で、いやそうには言うもののね、言うものの、やっぱ馬によってはこう分かる馬もいますよ。やっぱ人間だってそうでしょ、相性みたいな、そうそう、人間だってこの人信用できるかなとか、あ、そしたらそうですもんね。馬もやっぱこう、この馬どうかなとか、この馬だともう心と心が打ち解けて分かりやすいっていうのがありますよね。それと同じですよね。いや奥様 もう馬と馬長い付き合いだと思うんです。20年くらい、そうですね、どうです心と心いきなり振りましたけど奥様だいたいこちら一方通行っていう方が多い。一方通行、そういう子ね、私としては相思相愛かなと思ってるんですけど、向こうにしたら、迷惑かなって思われてるかもしれない。あとあれですよね先生、海外進出に結構してて、ほらアメリカ、ヨーロッパ、アジア圏とか、南米の方も行ってたと思うんですけど、英語はペラペラなんですか？英語全然、もう今は全然ダメですね。昔はね、言ってることは分かる。言ってることは分かる、まあ、2年ぐらいいるとね、どこ行ってもね、やっぱり言ってることは分かりますよ。じゃあ、フランス行ったらフランス語もなんとなく聞いて、なんかちょくちょく言ってると、言ってることは分かりますよね。専門用語が多いから。だけど発音するったらなかなかね、喋るのね、でも日本語だってそうだからな。日本語言ってることも分かんないところありますからね先生日本語母国語ですよね。いやだけどこう、じゃあいろいろ海外にも回ってて英語とか語学は問題はなかったって感じですか？問題は結構ありましたよね。あったね。だけどやっぱり余分なことを喋んないから騙されることもないよね余分なこと、ほとんどあんまり喋らないから、あとは独り言、独り言、やっぱ全然喋らないとおかしくなるんだよね。ああ、はいはい。だから例えば帰りに向かっておい元気かみたいな感じでね、でもあの馬用語っていうのは専門用語だからね。専門用語は世界共通だから、だいたい分かります。それとやっぱりね、手間で分かるし、あ、馬のことはね、専門用語で大丈夫だからね。でだいたい分かりますよ、例えば先生が見本見せてくれるからそれをやればいいんだから、大体分かりますわ。じゃあ言語とか問題あんまりなかった？あんまりないですね。あんまりなくはない、結構あったね。だけどやるしかないから。やるしかない。覚えるしかないから。でも先生が海外行かれた頃とかってすごいドルでも1ドル360円。うわー、その当時に行ったの？なんで？先生すごい資産家じゃないですか。ないよ。大変だったよ、だから。
でそんな時期に行ったんだ、うん、それほど馬好き。360円からもう少しや、あでもそんなもんかな、うん、じゃあ大体今の3倍ぐらいの時期じゃないですか。だよね、よく来ましたね。うん、一生懸命貯めて、うん、まあもらったのもあるけど。もらったんだ、誰から。いや、あのやっぱこうおじいちゃんとかね。おじいちゃんとね、お兄さんとかね、うん、もう海外は行かれないんですか。行かない、もうやだ。もうやだと。あのね、うん、日本へ帰ってくるとホッとするんだよね。あ、それは分かりますね。分かるでしょ。分かる、それは、うん、なんかね、ホッとするの、うん、ものすごい、うん、それはね、うん、だからどこの国行っててもやっぱり自分じゃリラックスしてるようでリラックスしてないんですよ。必ず緊張してる、はいはいはい、そうね、だからね、日本の空港着くとね、うん、なんかどっとこう疲れが出る。帰ってきたなと、うん、それいつもね実感する。うん、うん、やっぱり日本人だよなってなんかね、うん、すごくよくわかりますよ、うん。うん、そうだよね、うん、日本が一番合ってるね。やっぱりなんかやっぱ日本って生まれたとこだから、やっぱこうホッとするよね、うん、日本はどこにいても。で日本ってどこからどこまで行っても近いじゃないですか。近いね、え遠いから遠いよね、遠い、ニューヨークからもう LA とかとんでもないもんね。飛行機で6時間とか、うん、でもない、で時差が国でありますね、うん、日本は一緒ですね。日本なんか端から端まで行ったって時間変わんないよ、うん、ただやっぱこう国がそんだけ狭いから、はいはい、友達なんかと会うでしょ、はい、そうするとそれまで感じなかったんだけど、はい、みんなせっかちだよなって感じがするの。え、日本人、日本人、うん、なんかせっかちだよって、それですごくこう自分はそうだったんだよねと思って、そういう友達だから日本にいるからそれ感じなかったんだよね。あの海外行って戻ってくるとやっぱこうせっかちだよなって、なんかこう、ただしいい面は几帳面、はい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 、几帳面、几帳面、うん、海外なんてこう国なんか忘れちゃったけど、やっぱこう返事はするんだけど全然やってくる。そうね、そうあるもんね。そうそう、返事だけでね、全然やってくれないんだね。ほんと多いですよ、そういう国が。多い多い、うん、はいはい、やるやるってやんないじゃん。やない、うん、日本人はそれないから、あ、やるから。一応ね。だからやっぱ日本人信用できるなって思っちゃうよね。うん、まあよその国も全部が全員がじゃないですよ。ちゃんと知れたらちゃんとしますよ。うん。だけどそうじゃない人が結構いたから、うんうんうん、僕の周りには。うん、今あのどうですか、日本では乗馬とかはこう盛んなんですか。最近特に盛んじゃないですか。最近は盛ん、うんうんうん、じゃあ乗馬クラブ、乗馬クラブがどんどん増えてきてるみたいだし、でもなかなか手軽にまだできないですよね。そうですね、乗馬はね、うん、なんかほらやっぱり馬がいないとダメだからね。馬がないとあれだから簡単に乗りに行ったりとか、ね、でもあのこちらの乗馬クラブに東京から来られてる方とか結構いるんですよね。物好きはいるんだよね。物好きはね、馬乗りは結構変わった人が多いって聞いて、よく来るよね。で、それ買っちゃう、わかった。泣く泣く、呼んでる呼んでる、うん、うん。先生、はい、将来の夢とか野望とかはあります？夢って夢じゃないんだけどね、うん、やっぱこう少しでもこう腕を上げてからお迎えが来てほしいよね、うん、先生も腕すごいじゃないですか。いやすごくない、馬術っていうのはね、うん、これでいいことってはないから、あ、うん、常に、ね、まだ上がもうどん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 上があるから、うん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 、だからいかに変な話が時間をかければ、うん、ある程度個体満足なんまだってあれトレーニングすれば、うん、それなりの技はどのまでもできんですよ。だけど、うん、そのそれなりの技も、うん、時間をかけないで、うん、無理なくできるような、うん、勉強をしたいっていうのが僕の理想なんですよ。じゃあもう一生こう勉強というか一生、そうだね、もうまあ一生っていうかね、何しろお迎えが来るまでは
それを続けたい。今のレベルじゃやっぱり審査くないっていうのはね、やっぱりそれが夢かな。だから一日乗れないと寂しいやね。あ、毎日365日、ね、365日僕は。だから雨が降って、少しの雨じゃ乗っちゃうけど、たくさん降るとやっぱ馬もかわいそうだから乗らないですけど、ちょっと自分もかわいそうかな、だから乗らないけど自分もかわいそうかな、だけどそれ以外は365日必ず乗るつもりでいますよ。先生、あのすっごい筋肉でしたけど、腕とか背筋とか、あれは別にジムで鍛えたとかじゃなくて、やっぱこう本当に毎日馬に乗ってると、いや馬だけじゃなくて作業も結構あるから、馬の作業、馬の世話とか、そのいろんな掃除だとかあるんですよ。あ、それでもうあんな筋肉になっちゃいますね。盛りでしたよね。でこうやっぱお客さんの足ここじゃないよ、ここやここだって。あ、すいません、今日やってもらっちゃったな。動かす時に動かない足もあんのよ。それ力づくで力づくで動かさなきゃいけないから、ね、筋肉もついちゃうんですよ。もうすごい筋肉でしたと思う。盛りでしたけどね。そう、ついちゃうの。結構ね、硬い人いるんですよね。こうじゃなくてここなの、ここなのとかってね、あ、手でこう形を乗る姿勢を作ってやらなきゃいけないんですよ。あ、大変なんですよ、それは。やっぱ初めて乗る人は体固まっちゃうから。あ、はいはい、固まる。僕の頭はいつも固まってるけどそうじゃないですからね。じゃあそうなんですよ、日々向上していきたいと。どう、あ、先生、はい、先生素敵なファッションですけど、いつもハンチング帽にサスペンダーつけて。そう、これは今年初めてね、ネクタイしなかった。あ、今日ノーネクタイ。今まで、ね、まあ、でも金曜日ですから。今もまだダーッとネクタイしなかったことないんですよ。もう朝起きるじゃん、ネクタイ。わ、すごいじゃないですか。馬の乗る時に失礼だと思ってね。あ、馬に対して、馬をリスペクトして、じゃあもうそれはずっとそのスタイルは。やっぱりおじいちゃん厳しかったですからね。もう小学校の時からちょっと、小学校の時からハンチング帽をかぶって、ハンチングはかぶんなかったかな。ハンチングとヒゲは小学校の時はなかった。それはね、ヒゲ入る小学生ちょっと嫌だよな。でもネクタイ、ネクタイだけしてた。ネクタイと、ワイシャツ、昔だからボロボロのシャツだっただろうけど、次だらけの、それでもネクタイはしましたよ。はあ、それは馬への思い、馬に失礼かなと。でもじいちゃんが言うにはね、僕はそういうふうに思ってなかったんですけどね。あ、じいちゃん厳しいかったから、最初のネクタイってばあちゃんが作ってくれたの、あれ畳の端この柄だったのかな、あれ。あれ畳のあの端の、あんなんでばあちゃんが作ってくれたのかな。へえ、なんか塗って、そんなの記憶にありますよ。へえ、でも俺分かんなかったからね、恥ずかしかったけどしてましたよ。で、あと馬 の競技とか大会とかあって、今ね、あのこの乗馬クラブにもたくさんのメダルとか賞状とかが、たくさんでもないけど、先生はもう競技は出ないんですか。出ないですね。うん、競技は、でも審査とかしないんですか。いや、しないです。審査もしない。審査は僕の教え子がやったらしい、みんな。でもあの競技って結構全国で大会とかありますよね。で、オリンピック種目でもあるんですよね。そうですね。だから競技でもはローカルの試合とか公認競技とかいろいろね、あるからね。やっぱ公認競技になると、でも、プロもアマチュアも一緒になってやりますからね。なんかね、あの大会が、そういう大会がもうアマチュアとプロと一緒になって、そうそう、年齢も、そう、年齢も関係なく、男女も関係ないですから、馬術だけは。そういう競技ってあんまりないですよね。ない。男女は分かれてるもんね。分かれてる、年齢も分かれてるし。そうそう。へ、体重も分かれてないしね。分かれてないんですか。分かれてないですよ。でその競技もその人の別にあのオリンピック出場選手が必ずしも勝つわけでもないらしいですね。そうですね。やっぱこう馬の力が、でもやっぱりオリンピック出る人あんまり人ばっかりだからね。あと、たとえすごい高い10億円の馬だって勝てない場合があるしね、オリンピックなんか行っちゃうとね。
うん、予選も通過できなかったりとかね、いろいろありますよね。それは運なんですか、それとも何なんですか。やっぱこういい馬に巡り合う、だから自分に合った馬、だからまあ要するにいい馬に巡り合えるか どうかですよね、うん、そういうのはすごい大事ですよね。へ、うん、いい馬に巡り合えればやっぱだから運だよね、ある種の運ですよね、うん、運が良ければいい馬に巡り合えて、だからこう人生と同じじゃないの。人生と一緒ね。運でしょ。運ね、パートナーに巡り合うのも運で。そうそう。先生もね、奥様かなりいいパートナー見つけてしまいましたね。ありがとうございます。笑ってますね。先生認めていただきましたね。いやいや、うん、よかったですね、先生。いや奥様いい、でも皆さんそうでしょってなんだよ、ね、みんなそうだよね。人生と一緒ですね。なんか馬もなんか人間みたいですね。喋ってると泣くんですよね。泣いてる馬からね、うん、呼んでますね。早く終わりにしろってね、うん、いや馬もそろそろ何やってんだよ、ね、何やってんだっていう感じなので、まだ全部早いね。そろそろね、あの最後にね、なんか一言ね、うん、あのこのラジオ聞いてる人に一言メッセージとかあればないければいいんですけど。まあね、最近世の中は暗いニュースが多いんで、うん、やっぱり地球上の人間全部が、ね、うん、幸せになれるように、はいはい、仲良く争うことね。そうそう、ね、それが一番ですね、うん、平和が一番、平和になってほしいし、うん、なしは争いごとは良くないと思いますよ、うんうん、それだけはやっぱこうみんなに伝えたいかな。そうですね、うん、あそっか。でそうですね、最後に宣伝ということで、あの乗馬クラブアリさんね、ぜひぜひしっかり宣伝してくださいよ。なんかホームページがちょっと止まっちゃってますよ。そうなんですよ、僕の心臓が止まりそうだったから僕の心臓が止まった時に止まっちゃってんじゃないの。あのこちらではレッスンを受けてるし、調教とか、ね、あとあの馬のお預かりもね、うん、やってますね、うん、一応ブログの方にホームページを載せてるの で、ね、全くね、あの馬に乗ってない方も、私もそうだったんですけれども、本当に素晴らしいレッスンだったので、ね、いや、あなたの素質が相当なんですよ。まだまだ、ね、素質があんなにうまくは乗れないですよ。いやなんかちょっと興味がある方はぜひぜひ、あのこちら乗馬クラブアリサの方に連絡を取ってもらって、なかなか連絡がねつかなかったりするんですけどねどういうわけか、あの予約がもしかしたら取りづらいかもしれないですが、直接行って交渉もいいかもしれないですね、うん、ということでね、そろそろね、お馬さんたちもあの早く終わりにしろと泣いていたのでね、今日の放送はこの辺で、終わりにしたいと思いますけど、先生何か言い残したことあります？いや、特にはないですね。もう全部言いましたからね。で、奥様、近子さんも、うん、どうですか、ね、ガエルが帰ってきたからゲロちゃん、ゲロコ、ゲロコの心配もあるので、うん、ね、そろそろね、終わりにしていかないといけないと思うので、本日は群馬県の乗馬クラブアリサのオーナーで馬の調教師である中山浩介さんと近子さんに、ゲストにお越しいただきました。来週もね、またジャパンスペシャル続きますので、皆様次回も、楽しみにお聞きくださいね。では今週はこの辺で See you next week! バイバイ!